肘掛けと椅子肘掛けとは人が肘を置き休ませるための装置である。イニシエより家具、住居、施設、交通機関など多くの場所や設備において用いられ、その用途も様々である。肘掛けに肘を掛けた女性肘掛けは多くの場合椅子において使用される。それらは椅子の座部の左右両側に設置され、そこに腕をそれぞれ乗せることにより、 使用者に対しその部位の主観を提供する。肘掛けを備えた椅子はアームチェアと呼ばれる。肘掛けは様々なタイプの種類の椅子に使われている。例としてデスクチェア、アームチェア、ソファー、オフィスチェア、旅客機の座席、車椅子、そして多くの乗用車や自家用車などが挙げられる。特に自動車の内装において肘掛けはアームレストと呼ばれる。 近年多くの製品に採用され、前後両座席に設置されている。大型もしくは高級モデルに近づくにつれ、アームレストもより大きくなる。全部座席、編集オーバコブシートのアームレスト車の全部座席に設置されているアームレストはセンターアームレストと呼ばれ、一般的には乗務員の自らの手動による上げ下げが可能である。小物入れやカップホルダーなどを備えるものも存在する。 空調やウィンドウモーターといった自動車には必須な機能の操作部を提供するものもある。セントラルアームレストは強化プラスチック素材及び製に、または革で覆われたソフトパッドにより構成されている。時として、1、2個の肘掛けは個々の席にも取り付けられたものもあり、これらは一般にミニバン、SUV などの自動車の特徴である。 しばしば車のドアに組み込まれているものがあり、これらはドアの取っ手の一部を形成する。後部座席、編集リンカーンタウンカー後部座席のアームレスト、複数のカップホルダーを備える。一般に後部座席間のリアアアームレストは折りたたみ収納することが可能である。これにより中心の座席への乗員の座席を可能になる。ボルボ社製モデルを含む 乗員の安全性を謳った一部の設計においては、通常の2倍のサイズを持たせることにより、調節可能なシートベルトを完備したチャイルドシートとして機能する。全部座席同様、リアアームレストを後部ドアもしくは車側面内に組み入れておくことは珍しくない。公共の交通機関である鉄道や旅客航空の客席内の座席にも肘掛けが使用されている。乗客は、 自らの座席に応じて、自らの左右いずれか、もしくは座席間に備えられた肘掛けを使用する。クロスシートと呼ばれる座席配列を採用した車両において、多く肘掛けが提供されている。ロングシートを採用したロンドン地下鉄では、肘掛けを乗客一人分の仕切りとして使用した例もある。旅客機では、照明や空調の調節スイッチ、 客室乗務員の呼び出しなどのボタンなどが設置されている。中には自動車同様、小物入れカップホルダー備え、テーブルの役目を果たすものも存在する。これらの設置の有無は座席のクラス分けに左右され、クラスが上級になるほど提供されることが多く、アームレスト自体の余裕も大きくなる。体が不自由なもののために、上げ下げが可能な肘掛けを用意する航空会社もある。 ありがとうございます。